審判団を先頭に両チームの選手たちがピッチに入場してきました。向かって左がアウェー熊本、熊本ボールでゲームが始まりました。ただ取り切れず、そのまま自分で運んでいく中原。さあ抜けてきた中原、打ってきた、ナイスキーパー小澤明人。そのシーンです。中原が半ば強引に割って入ってきたところ、後半キックオフです。右から左に攻めるのが、このシュートは味方に当たってしまった。まだあります。坪川中に運んで右足シュート、スーペルゴラッソ。前に出たのは長野、先制点は長野に生まれました。このシーンもう一度ご覧ください。坪川は利き足が左ですので、右足でのシュートというのは熊本の守備陣も警戒はしていなかったかもしれません。そこで圧がかからなかったところ、坪川はシュートの選択をしました。先制に成功しました。さあボールは東から三田に渡る、外を使っていく吉村打つ、サイドネット、枠には飛ばせませんでした。この時間帯、長野の猛攻がスタンドを湧き上がらせています。内に絞った三田、上げたちょっと上げれます。黒木受け直し、中5枚入っているヘト、ビッグチャンスでした。先ほどのシーンもう一度ご覧ください。黒木がワンタッチパスを受け直して、ニアサイドに走り込んだ浅川、頭で狙っていきましたが枠の外でした。三田縦に行った、戻して川田クロスチャンス、中に入れてきた、ヘッド。ここで試合終了のホイッスルです。長野勝ちました。